そうですか。あと刑務、はい、これはですね、よく軍事裁判所がないじゃないかとかいう、うん、まあ、要するに方もいらっしゃるんですけど、確か裁判所はないんですけど、はい、その部隊内であるとか防衛省内とか、はい、その中で起きたことに関してやっぱりこうそういう中 の, きちんとしたことが分かってないと、うん、特殊な組織ですから、うん。